から河津の方はずっと海岸線沿いで走ります。交通量が少し西伊豆、南伊豆と比べては少し多めなので、時間帯的には朝早めであったり混まない時間帯を走っていただけると快適に走れるんじゃないかなと思います。はい。下田の港まではビーチ、下田のビーチとかがあって、かなり海岸線沿いを走ってるなって雰囲気なので楽しめるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとずつ南に行くに従って田舎になって、かなり交通量が減ってくるので、どんどん走りやすくなるところと思います。この下田を越えてくると、さらにもっと交通量が弓ヶ浜へ向けてはどんどん減っていくので、はい、もっと快適に走れると思います。はい。夕杉公園駐車場まで来て、かなり交通量少なくなってきて、景色も良くなってきて、風車もある中、海岸線沿いで走るのすごく気持ちいいですね。ここのルートは南伊豆の方まで来るとコンビニもなくなるぐらい交通量の少ないので、はい、ここら辺が一番サイクリングしやすいんじゃないかなと思います。はい。こうアップダウンがちょっと多めなので体力に自信のある方向けになるんですけど、自信のない方は南伊豆町の弓ヶ浜をカットして、もうちょっと南伊豆町から通るとアップダウン少なくいけるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも脚力に合わせたコースを選択してもらえたらなと思います。下田からのルートは本当に交通量が少なくて走りやすいルートです。でもその代わりアップダウンがこっちの方は多くて、かなり体力が消耗されるので、かなり上級者向けというか、はい、になってきます。ルートは蛇石峠を行ったり、海岸線沿いを行ったり、いろいろあるんですけど、バサラ峠を越えるのが一番アップダウンが少なくて行きやすいんじゃないかなと思います。です。はい。左側は交通量が少ない代わりにちょっとアップダウンが多めなので、はい、こっちの方が自転車のトレーニングにはなるな、いいトレーニングになるなと